さんとかなんかあんまりかっこよくない方とかとする方が非現実的じゃないですか。誰が非現実的や俺たちも現実や。なんか公園とか駐車場とかでよくしてて、一番変なところは外で上とかで愛してるよ愛してるよ愛してるよみんな愛してるよ。さあ今回のラブトークお相手でございます、セクシー女優の七つ森りりさんでございます。七つ森りりです。よろしくお願いいたします。もうすごいんでしょ売れ行きが。いやいやいや話には聞いておりますがそうですね、去年は8月にデビューだったんですけど、はい、8月デビューであの2020年年間の一番売れた、うん、作品が私の作品だった。だからすごい言葉悪く言うと、はい、全ての先輩をなぎ倒した。いや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 でもそうでしょ正しくはそういうことですよね。いやでもデビュー作って一番売れるので、やっぱり。あ、そういうもんなんですか。そうですね、セクシー女優さんの中で一番売れる作品はデビュー作が一番売れる人が多いので、やっぱり。まあだからいろんな経緯を経てこのお仕事に就いたと思われるんで、はい、結構まあ稀有な展開というかそうですね、元々はだって芸能界にいました。にいたんですよね、はい、雑誌のモデルさんとかもやってて、はい、でその走ることも可能やったわけでしょそうなんですよねでもちょっとやる気がなくなっちゃってあ、モデルように。そうなんですよ、なんかちょっと好きな人ができちゃうと仕事ダメになるタイプで、うん、ダメになっちゃったんですよね。ろくでもない理由でやってますねそうなんです。え、マジでそれが理由で。でもほとんどそうですね、なんかお付き合いしてた人が、うん、最初は協力的だったというか一緒にテレビも出たりとか、それこそ雑誌も出たりとかしたんですけど、中高生の間では憧れのカップルみたいな感じで、結構こうカップルで応援してくれてる人とかすごい多かったんですけど、自分のこと露出されたくないみたいな。まあ普通はそうよね。そうなんですよ、やっぱ見られる職業って信じれんぐらいのストレスがかかるから。そうです。でもやっぱりこう私がいくら顔を隠しても彼氏でバレたりするんですよ、うん、はいはい、生活しづらいってなっちゃって、うん、ちょっと向こうが嫌になっちゃったみたいで、じゃあもう私もじゃあ普通の仕事しようかなっていうので一回辞めたんですよ。七つ森りりという名前は芸名でしょ。もちろん芸名です。でもその時はもう本当に本名でやってたんで、ネットで調べたら出てくるでしょ。出てきます、本名は晒されてますもんそうですよね元彼からしたら、いや別れる言うたけど本当にごめんね、エロ屋になってくれたら言うてへんぞっていうのは絶対あるやろね。ごめんね、本当にじゃあ続きになりますね。セクシー女優になるきっかけ、一回芸能界を辞めた。辞めた後もずっと付き合ってて、うん、で一回別れたんだけどまた寄り戻してとかもやって、うん、こうずっと結局6年半ぐらい付き合ってたんですけど、うん、まあ、最終的にはお別れして、はい、こうずっとその芸能界にいた時10代だったので、うん、学生の時の友達とかもみんなその時の自分を見てくれてるわけじゃないですか、うん、で応援してくれてて、一人の子がなんで辞めちゃったのみたいな。なるなる、いい、俺もそう思ってるもん。そうですよね。で、まあ、自分にこうそれこそやる気が出なくなっちゃって、うん、彼氏と一緒にいたいとかいう、うんうん、時間が欲しくなっちゃって、うん、どんどん仕事行くのが嫌になっちゃったっていうのもあるんですけど、なんかある程度自分のてっぺんも見えてきたところだったので、その時にってなると、すごいね、まだ20歳ぐらいでしょそうですね、でも多分これ以上はいけないかなって思ったんですよ、自分の中で。どう頑張ってもいろんなモデルさんもいる、うん、芸能界周り見た時に自分のこの限界値が見えちゃったんや、うん、でやりたいことも全部やっちゃって、う雑誌の専属モデルになりたい、なった、テレビに出たい、でテレビもレギュラーで一応もらってたし、番組を。最高やん。そうなんです、だからもうそれを全部叶えてしまったから夢がなくなってしまって、でもそういう世界って夢がある人がいるべきだったから、私なんかがいたら邪魔だなって思ってきて、もう一通りいろいろ叶えてしまったから。そうなんですよ、だからもう本当にその彼氏のこともあるし、うん、やめようって言ってやめて、そっから本当に一般の仕事をずっとやっていて。何してたんですか。医療事務で働いていて。また全然違う方向の仕事。そうなんです、なんかそしたらそしたで、あ、なんだ普通の仕事もできるじゃん、つまんないってなってきちゃって今度はああ、はいはい。で、まあ、ずっとそういう普通の生活をしてて
たら、その時 SNS はずっとそのまま残してたので、うん、更新はあんまりしてなかったんですけど、その時で普通に Twitter のフォロワー10万人とか、すごいよ、インスタも何万かいて、うん、で女の子だったんですよ、もちろんあのファンの子が、そうなんです、うん、学生時代の友達に、うん、なんかもったいなくないそういうの、影響力ある一人ではあるからね、そうなんです、だからもったいないよねこのままそれ使わないのって言われて、うん、なんか監督みたいな友達すごいねそうなんですよ、うん、でもなんか同じ感じでこうもう一回自分でアプローチしていっても可愛い子なんていっぱいいるし、うん、もう年齢も年齢だったんで、うん、その時はもう芸歴その時点でまあ10年超えてたので、やってるね、そうなんですよ、だからやっぱりそこで自分をどうやってもう一回人に注目してもらって見てもらえるかって考えた時に、うん、あもうやってないことやるしかないなって思ったんですよ、もう手っ取り早いのが、まあ、脱ぐしかないなみたいな、えらい軽いノリで、でもその友達にもいや脱げばいいじゃんみたいな感じで言われて、友達なんなんちょっとあのネジが結構外れてる子なんですけど、その友達むちゃくちゃやでなんか普通別にその今セクシー女優がダメな仕事とはなってないやんか、うん、もう世間的にも逆になんかちょっと評価されてる、ね、今ものすごくなりたい憧れの仕事ではあるけど、うん、でも友達からしたら本当に大丈夫ってこう心配する仕事でもあるやん、逆にすごい背中を押してくれて、へー、やったらいいじゃんみたいな、うん、確かにと思って、うん、モデルにしてはそんなに細い方でもなかったけど、セクシー女優になったらコンプレックスだったところを逆に生かされるじゃんって思って、うん、友達も軽いノリで言ったと思うんですけど、私も軽い感じで、うん、あやろうかなって思って始めたっていうのが最初ですね。だってその若い頃が、うん、モデルさんやってた頃は水着も NG やったんでしょ。そうなんですよ。抵抗なかったんですか。なんかもともとそういうのに特に抵抗はなくって、いやそのモデル時代の関係者思てるで、水着 NG なんやってんいやでもなんか納得されました、結構なんかそのロケ撮影の時も平気で外で着替えたりするタイプだったから、うん、あ脱ぐの恥ずかしくないもんねって言われましたね後から。ああなるほどねだから会社としては水着 NG で売り出してたけど、うん、本人的には別にそんなに抵抗はないんだ。なかったですね、もともと人より恥ずかしいっていう感情が少ないんですよね。すごいよねこれが、だから今の若い方というか、だからやっぱもともとそういうこと、うん、エロい感じのこともすごい好きだったし、うん、今日もちろん彼氏とでしょ。もちろんそうですけど、その6年の間に浮気とかしてないでしょ。してないです。ただその6年の人の前にも大体その付き合いしてた人が最低でも2年以上付き合いしてて、うん、経験回数は多くても経験人数が少なかったですよ、うん、だから同じ人とばっかこうしてて、うん、今度はいろんな人としたいみたいな感じの感情になってなんかもう同じ人といろいろ試すことは終わったから、今度はなんかいろんな人としてみたいってなったんですけど、ただなんか女の子がこう経験人数たくさんいるのってちょっとマイナスなイメージだったりするじゃないですか世間的に、まあ、人によってはね。そうなんです、うん、だから合法的にいっぱいやれる方法だなと思って、これが、うん、いや向いてるじゃんと思って。君は何を言ってるんですかめちゃめちゃ向いてるなと思ったんです。好きなことを仕事によね、うん、だからあ転職だと思って。まあそれは転職ですね、やっちゃえみたいな感じで本当にノリで。でどうでした初めてそのじゃあ撮影で人前で裸になるっていうの。いやなんか本当にカメラ回るまでめちゃめちゃヘラヘラしてたんですけど、うん、やっぱ違うなって感じでした。言ったらだってカメラ慣れもしてるわけじゃないですか。そうね、だって芸能界の仕事もしてたしね。なのに手がめちゃめちゃ震えて、うん、初めてカメラの前に立ったみたいなぐらい手が震えて、うん、こんなになんか空気感違って緊張するもんなんだって思って。へー、だからもう正直あのデビュー作どうだったとか聞かれても記憶ないんですよね。でもやっぱ肩書きとして元芸能人みたいなんでセクシー女優界に入られたからって普通よりちょっと VIP 待遇を受けるの。そうですね。そうなんや。そうですね私に関しては多分すごく、うん、あの押していただいたというか、うんうん、デビュー作のサンプル脱ぎなしだったし。あ、それはもう押してる一個の要因。なんかこう脱ぎがない子って結構こうされてるじゃないけど大事にしてされてるみたいな、うん、作品が発売されるまで裸見せないぞとみたいな感じだったので他とちょっと違うぞと周りにあこれは押されてるなそこがジャッジポイントなんや
で結局叶ったでしょ、いろんな男性と。いやそうなんですよ、なんか一つを取っても全然違うじゃないですか、うん、やっぱそのキスでも全然違うし、違うそれがすっごい面白くて、うん、今までそんなキスなんて何人ともしたことなかったから、うん、こんなに違うんだみたいな、なんか相性って本当にあるんだなって思いました。だから今まで彼氏としかしてなかったけど、うん、彼氏がベストやと思ってたけどそんなことなかったんだみたいな。でも全然違った彼氏いや彼もでもすごい相性はいい方だったんですよ、うん、なんかこれやばいって思うぐらいの人ってやっぱいるんだなって思いましたね、作品で。やっぱり何が違うのこれ、男は分かんないのよ。何なんですかね、まあ、言葉で説明しづらいやろうけど。でもなんか女の子がそのこれめちゃくちゃ最高にいいって思う時って、うん、女の子のテンションがすごい上がってないと思えないんですよ、うん、かよく言う酔ってる時にやった人すごい相性良かったけど、うん、シラフで会ってみたらちょっと違ったみたいなあるじゃないですか、うんうん、女の子がその行為に対して積極的なやりたいっていうモチベーションがそうなってないと分かんないことや、あんまり良くないですね。それはでもさ、過去の彼氏の時はそうなってたわけでしょ。それが私そのエロに対してはすごく興味もあったし積極的だったんですけど、うん、なんかこう自分がしたいタイミングでするとかじゃなくて相手がしたいタイミングでするだったんですよ。なるほどね。自分でしたい時にしたいって言える女の子じゃなくて、だからそれで言うと全部の愛し合う行為自体がもう彼氏の都合。そうですね、だったけど、その作品の撮影の時とかって、うん、明日できるってなるんですよ、うん、日程が決まってるから、うん、明日は絶対するんだって思うとなんか結構モチベーション高くなる。遠足みたいな感覚やん。そうなんですよ、うん、だからなんかすごいその当時の彼氏とかが見たらびっくりするだろうなっていうぐらい、なんかこんな積極的じゃなかったよねみたいな感じにはなってる。まあだからそれはプライベートじゃなくてお仕事やからできることでもあるしね。そうですね、自分はそういうのを別になんかしたいわけじゃないんだよっていうのも出してたし、うん、自分がその性に対してめちゃめちゃ積極的だっていうのをバレるのが恥ずかしくて惹かれるんちゃうかとかでしょ。そうなんですよ、だから私は別にしなくてもいいけどみたいな感じを出してしまっていたので、うん、え、七つ森さん的にはじゃあいろんな男性を見て、うん、よかったななんでしょ。そうですね、ちょっと尻軽く見られるかもしらんけど、うん、いろんな人を経験しといた方がええよってやっぱ思う。いや思います、今までやってきたのは違ったんだ。そんなことないです。それぐらい違うんですよ、やっぱ女の子からすると人で、うん、本当に違うんですよ。どれぐらい空いたの、彼ってセクシー女優になるまでの期間は。はあ、でもそんな彼にデビューしますって言って別れたんで、うん、あ、それがもう別れの言葉。そうなんです。彼氏はすんなり認めてくれた。いやもうやばかったですもん。そうやろ。うん、壁に頭打ちつけてました。でも別れててより戻す時にはもう裏で動いてたんで、うん、もうだって作品が出るのはもう決まってるもんね。もう作品撮るって決まってた時に戻ってきたから、うん、いや戻ってきてくれても嬉しいけどまた別れるなって思いながらも、もう私もそのまま付き合っちゃって、うん、でも直前で、あ、出ます、別れようって言って。いやまあ夢のためやからな。そう、もう一回やっぱやるなら今しかない、これを逃したらもう多分やらないなって思ったんですよ、新しいことにチャレンジすること、うん、もう年も年齢ももうそんなチャレンジできるような年齢になってないんで。偉いな。だからもう本当に今まではそれこそ辞める時とかも男中心じゃないですけど、うん、好きな人に合わせて仕事辞めたりとか、うん、こうなっちゃうんで仕事したくないってなっちゃうんですよ、うん、でもそれで今回はもう初めて仕事を優先にして、うん、こっちの世界に行ったんで、並々ならぬ覚悟で臨んでるから自分自身後に引けない状況に持っていってるって感じですね。そうです、わざとだからそう持っていきました。うん、ナナも最後結婚しようまで話して婚約みたいな感じになったんですけど、やっぱり諦めたくないって言って夢の方を選びましたね。すごいな。そうなんですよ。え、でもそれで今じゃあこの仕事やってるでしょ、うん、めちゃくちゃモテるでしょ。思わないですね、あんまりそういう風に。まあお仕事でするからプライベートは全然っていう方がまあほとんどなんですけど。いやでも本当そうですね。この人と思うぐらい好きな人はいないんですか、この芸能界とかで。な、私あんま人のことを好きになったりとかしなくて、うん、無関心なんですよ他人に、うん、だからあんまりそういうのがなくて、大体その今まで付き合った人とかも全部推しに負けて付き合ったりとかしてたので、グイグイ来られたから付き合ったけどみたいな。そうですね、自分から付き合いたいとかこの人とどうしてもしたいっていうのはないです。でもその一回するだけだったらすごい低いのでハードルは、大体誰とでもできる
大丈夫大丈夫。すごいこと言うてるよ。ただまあおかわりするかしないかは別ですけど、こうそれは七つ森さん次第ですもんね、うん、だ例えばで言うと、じゃあ僕みたいなんでも飛び込んでればタイミングがあって、あもう全然、私全然大丈夫です本当に全然大丈夫って言い方も失礼だと思うんですけど、いや本当に私その1回目のハードルめっちゃ低いんですよ。なぜアクリル板がある本当に多分ダメ、めちゃくちゃ DM 来るで男から。いやでもなんかくれないんですよそういう風に言っても。来てイケメンやったら、なんかイケメンって下手なんですよね求めてないんですよ別にそういうのは。どこでその上手い下手が決まんの？なんかその大きさとかじゃないんですよ。なんかどれだけこう一生懸命相手に対して気持ちよくしてあげたいっていう気持ちがあるかなと思うんですよね、うん、あとは若いイケメンの男の子と自分がそういう行為しても別にそんなに興奮しなくて、うん、それこそおじさんとかなんかあんまりかっこよくない方とかとする方が自分の周りにはいないタイプなので、うん するんですよね。すごいことをずっと言ってる。でもなんかその非現実的じゃないですか。誰が非現実的や俺たちも現実やいつも頑張って生きてんだよ。いやなんかそのおじさんとかってないじゃないですか。だから私今までで一番相性良かった人がもう絶対にもうプライベートでありえないなっていう感じの。プライベートで会うてたら絶対にしないけど、うん、その人が一番良かった。良かったですね。まあだからそのお仕事柄もそうやけど非日常というか非現実を楽しんでるんだもんね、うん、そうなんです、ね、なんかそれがすごい興奮するんですよ。なんかこの人に生かされてる私みたいな、こんな人に生かされちゃったっていうのにめちゃめちゃ興奮するんですよ。あの敗北感みたいなのがなんか悔しいみたいなのがあって、うんうん、いや良かったなとか思ったりすること多いですね。ほんとすごく変態が来ましたじゃあ3番目で1,2,3。 あ、さっきの続きになるね。ぶっちゃけ自分ってエロいですかと。このお仕事をついていろんな男性と経験してみたいってことはエロい側になるんだろうね。そうですね。あとはなんかもう10代の時とかに結構外でやったりとかだったので、うん、なんかこうどこでなんか公園とか駐車場とかでよくしてて。よくそのなんかその当時付き合ってた彼がいくつの彼、その時はそう当時1個上ですよね、うん、1個上のお互い10代だ10代お互い10代とかで、うん、もうずっと付き合った人とかがもうホテル行くお金もないないので、だいたい外ですよね。でも本当に見られないの。いや見られてると思いますよ。でもそれがなんか普通だったから変だって思ってなくて、うん、でこのお仕事をしてで外でやった経験とかあるって質問で答えたら変だっていうことに気づいたんですよ。一番変なところは外でブランコの上とかですね。え男子がブランコに座るよね。でその上に上に女子がこう真夏で乗ってブランコ自体は漕ぐの？漕がないです。あもうベンチ代わりみたいなことだよ。なんか揺れがちょっと違うなみたいな感じですよね。若干横揺れが縦揺れになってるみたいな。ただブランコなんかさ周りもセキュリティ何にもあらへんや。そうなんですよ。どうすんのいや俺気にしてなかったですでもなんか私は必ずその時はスカートとかワンピースを着るって決めてて、うん、こう周りからこう脱いだりとかしなくてバレないじゃないですか、うん、からまあいいかなみたいな。もうスカートワンピースがそういう行為の合図、合図というか気使ってするかもしれないからワンピース着て。今日もそれでワンピース着てる今日もするかもしれないで着てきてる。そうかもしれない。めちゃくちゃやんか初めてのこの大人の階段を登るカラオケでした。え地元のビッグエコーで気になりましビッグエコーって喘ぎ声聞こえてるもんね。だからマイクは渡されたことありません最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。